SES は韓国の女性3人組アイドルグループ。韓国アイドル第1世代。1997年11月にデビューし、SM エンターテインメントとの専属契約満了となった2002年末に解散した。グループ名はメンバーの芸名であるし、友人、州の頭文字から取ったもの。韓国芸能界で本格的。 継続的に成功した初の女性アイドルグループである。彼女たちの成功に刺激され、フィン、KL、ベビーック X、シュガー、ジュエリー等が続々とデビューした。韓国経済危機最中の1998年には、海外からの観光客誘致を呼びかける CM に出演し、近代中大統領と共演した。1998年10月、バップから、 巡り合う世界をリリースし、日本デビュー。2000年5月、a b ク x に移籍。週刊少年マガジンなど少年誌のグラビア掲載や、ザヨルも、引っ張れや、恋ボーイ恋ガールなどにも出演していたが、当時はまだ韓流ブームが起きる前で、韓国芸能に対する関心は低かったために、セールス的には不本意な結果に終わった。メンバーの週は、 神奈川県出身の在日韓国人3世で、日本語ネイティブのため、日韓両国で V6 とデュエット曲1を発表、また V6 メンバーの井ノ原義彦主演の舞台、東亜比例やデジタルフォトドラマ、ノーキッスにも出演した。所属事務所だった SM エンターテインメントは、彼女たちの日本での活動経験を踏まえてボア、東方新規、少女時代などを、 次々と日本に進出させ、今日の K-POP ブームの礎を築いた。ユジンはアメリカグアム出身、シューは日本出身の在日韓国人というように、海外進出を視野に入れて、帰国史上メンバーに入れる手法は、SM だけでなく、他事務所のアイドルグループでも踏襲されている。SES 解散後、パダはミュージカル俳優とソロ歌手、ユジンは俳優、シューは、 テレビタレント、ミュージカルを中心に活動してきた。2016年11月には再結成が発表された。これは翌2017年で SES が結成20周年を迎える節目の年であることを機に実現した。デビュー20周年記念プロジェクト、リメンバーでは収益の20%を社会貢献事業に寄付する旨も発表された。 2016年12月30、31日、清掃大学の太陽ホールで単独コンサート、Remember The Day を開催。このチケットは予約開始からわずか2分で完売した。アルバムビデオ CD、VHS バックシングルアルバム DVD、VHS、AVEX アルバム DVD レギュラー音楽番組、バラエティ番組韓国。ありがとうございます。